季節の到来に合わせて花を咲かせる植物ホルモンフロリゲン長年その正体が分かりませんでしたがここ十数年で解明が進み一年中咲く菊を作ることもできるようになってきました農業や園芸バイオマスなどさまざまな応用が期待される花咲かホルモンフロリゲンの研究最前線をレポートします 古くから植物が季節を感知する期間は葉であることが分かっていました。葉に光が当たる時間から昼の長さの変化を知るのです。葉が光を感知すると植物ホルモンフロリゲンが作られ茎の先端に運ばれて花芽を作る。そんな仮説のもとフロリゲンを突き止める研究が何十年も続いていました。ブレイクスルーは1999年。 京都大学の荒木隆さんが花をつけない白犬なずなの変異体を調べることによって花芽を作るために欠かせない FT 遺伝子を発見します。さらに2007年には FT 遺伝子が作るタンパク質が葉から茎の先端に運ばれていることを奈良先端科学技術大学院大学の島本光さんが確かめました。これにより FT 遺伝子が作るタンパク質こそ フロリゲンの本体であると結論付けられました横浜市立大学木原生物学研究所の辻博之さんはフロリゲンの童貞に立ち会った研究者の一人です日本は朝顔の紫の研究から始まってフロリゲンに関する非常にたくさんの研究の歴史と蓄積があったもう一つはゲノムの情報を駆使した研究ができるようになってきた結果花を 咲かせるための重要な遺伝的因子が次々と同定されていったんですね辻さんたちのグループは2015年2月蛍光タンパクを用いてフロリゲンの働きを可視化することに成功しました緑色の部分がフロリゲンです茎の先端に全体的に分布していますそしてこちらは花芽を形成するときに働く遺伝子 OS マッズ15が活性化している様子を捉えたもの。これらの画像からフロリゲンは確かに茎の先端に存在し、そこで花芽を作る遺伝子のスイッチをオンにしていることが証明されたのです。 フロリゲンがやってくるとおそらく非常に早い段階でこのオレンジ色で標識した遺伝子がバッと発現を始めてその後さまざまな遺伝子発現のネットワークが起動されて最終的にはこういうふうに穂が形作られていって稲の花ができるそういうふうに進んでいくんだと思います辻さんたちは遺伝子操作を行ってフロリゲンをコントロールする実験も行っています。上にいるのがフロリゲンを増量した菊と 普通の菊は普通秋にだけ咲くこの菊はフロリゲンをいつも作るようになっているので非常に小さい状態でもそして一年中いつでも咲くようになっています下の植物は稲でこれらはフロリゲンの活性を完全に抑制したイネですもう作成してから7年間花が咲かない状態を維持し続けている稲ですこれまででの研究で フロリゲンは様々な働きをすることが分かってきています。フロリゲンを増やすと好きな時に多くの花を咲かせることができます。フロリゲンが地下茎に運ばれると実りの季節でなくてもジャガイモや玉ねぎなどが形成されます。逆にフロリゲンを減らすと花を咲かせずに茎や葉を成長させ続けることができます。品種改良や作物増収、 バイオマスエネルギーなどへの応用が期待されています。辻さんたちの研究で、フロリゲンは単体ではなく、受容体タンパクなどと複合体を形成して働くことも分かっています。今回、茎の先端で働いている遺伝子を詳しく解析したところ、フロリゲンは突然変異を起こす可能性のあるトランスポゾンという遺伝子を抑制していることも発見しました。 フロリゲンには、まだまだ私たちの知らない働きがあるかもしれません。フロリゲンの理解を深めて、実際の農業の場面に応用できるような展開ができれば、非常に嬉しいですね。長く謎の物質だったフロリゲンの働きが解明されることで、植物利用の新たな可能性が広がろうとしています。